超速、パラヒーローガンディーンは、2021年6月26日から7月10日まで、毎週土曜18時5分から18時43分に、NHK 総合で放送された、テレビドラマ。主演は、奥の層、前3回。車椅子陸上アスリートを目指す、高校生、森宮博士が、車椅子を狩るスーパーヒーロー、ガンディーンとなって、 宇宙の侵略者から地球を守るために戦う姿を描く。子供番組ではお約束のアイテムや段取りである刀剣や銃などの武器や必殺技を配しリアルなドラマを描いている。予算の工夫として建物の破壊表現を石膏のミニチュアビルではなくカポックビルに写真を貼ったのみのもので代用したりレンズの効果を利用して怪獣の着ぐるみを演者の前に置いて 合成なしの特撮カットをとっている。パラ陸上アスリートを目指す森宮博シの前に、空からアラート星から青年ホスが現れた。エルトロン族によって送り込まれた怪獣、ラゲルトを倒すため、グーからモードシフターを託された大使はガンディーンへと変身する。大使が特殊プロテクターを装着して変身する青い姿のヒーロー。戦闘ではアラート星で生み出された。 植物由来のエネルギーを用いる。ハイパーホイールに書かれたグーと大使を意味する G&D からガンディーンと命名される。ホス役の林カラスは本作品の演出を手掛けた辻元隆則が監督を務めたウルトラマン Z に出演していたことから辻元による推薦によって出演することとなった。キャラクターデザイン西川真嗣。ありがとうございます。